これね、パルスオキシメーター買っちゃった。これね、測り方はね、こうやって指を入れて、でボタンをこうやって押すと。ね。うん。このちっちゃい方は、これは心拍数かな？でこっちの大きい方の数字が、酸素飽和度ですね。ちょっと性能良すぎてこう、リアルタイムでね、なんか、どんどん測ってくれるんで。うん。さすが、撮影中だから、心拍数上がってるんで。一応カメラの前に立つと私でも緊張してるんですねこれ、うん、で酸素飽和度はこのこっちの数字 96% から 99% の間が標準値、ね、で、90を切るとなんか危険っていう感じみたいですね。で、その90を切らないように、93を切ったあたりで、例えば医療機関だと、入院の、検討に入るみたいですね。うん。とは言ってもですね、まあ今これ98もあるけど、ちょっと息止めただけで90切ったりしますからね、うん、見てたら今98でしょ、うん、ん99になった今度あ98になった、うんうん、お99になった今度おお、うん、99、うん、ねえ、コンビニみたいだ、うん、97、うん。95下がってきたこれ。ねえ。あ、下がってきた。ほら。あ。今度危険で点滅してきました。ね。と同時にこの心拍数も上がってるでしょ。数字を見て焦るとさらに悪化するんですよ。これね。分かってきましたよ。ずっと見てたら。リラックスすると、上がってきた。ねえ。ね。大体、何も考えらなければ、喋らないでいたら、99まで行くんですよ。で、こうやって喋り出すでしょ？して心拍数も上がり、なんか面白いこと喋ろうと思って頭使うから、それで脳が酸素を、酸素を消費して、この酸素飽和度もちょっと下がってくる。ああ。いうことです。多分ね、昔ジャック・マイオールっていうね、フランス人だったかな、素潜りの ダメだこれ、うん、やっぱり修行が足りないね、やっぱり、うん、何も考えないと言いつつやっぱ男っていうのはね、うん
変なこと考えちゃうんだよね、やっぱりね。考えないようにしようと考えちゃうんだよ、うん、俺は今何も考えてないって考えてるんですね。ね、もっと自然にこう、はい、考えてません、考えてません。何も考えてない、考えてない。あ、これでいくんだね。もう言葉に出しちゃえばいいんだね。考えてないよ、考えてないよって。うん、ね、ありがとうございました。ね、こうやって外すと自動的に電源切れます。ね、ありがとうございました。